アフターダークはスウェーデンのドラーグクイーンのデュオ。1976年、ロジャー・ヨンソンと共にストックホルムでアフターダーククラブという名のナイトクラブを開店、同時にアフターダークとしてのグループを結成。以降、彼らはスウェーデンの LGBT 文化においてメジャーとなった。デュオはスウェーデン国外でも成功を収め、これまでに バルセロナやマドリード、サンフランシスコでもライブを行っている。アフター、ダーク結成直後のクリステル・リンダル2004年、毎年行われる、スウェーデンの音楽祭、メロディーフェスティバー連に出場した。これは、欧州放送連合に加盟するヨーロッパ各国の代表が参加する音楽コンテスト、ユーロビジョンソングコンテストのスウェーデン代表者を決定する予選大会でもある。 当時のアフターダークの楽曲、ラドルチェビタは最終夜まで勝ち残り、最終で3位という結果を残した。このシングル曲はスウェーデンのラジオでヒットとなり、スウェーデン国内の卓樹所でもよく流されていたという。同年秋に彼らはストックホルムのグローナルンド遊園地において同名のドラーグショーを設立している。2007年2月14日には、イエーブレで行われた。 メロディーフェスティバー連2007セミファイナルのセミファイナル、4で、なーに、タールサケンアイ、エックなヘンデアなーに投章圏イーグなヘンデー、タイは、あなた自身の手でそれを手に入れたとき、英語、When You Take It Into Your Own Hands を歌った。この大会では、ラウンド1と、ラウンド2の2回電話投票が行われ、彼らは、ラウンド1の投票後に5位の位置へ着いたが、 ラウンド2の投票でも5位に終わり、決勝戦となるファイナルへ勝ち進むことはできなかった。この際、クリステルの以前のパートナーであったラッセは出演していない。助走したリンダル。2012年のストックホルームフェスティバルにて、ありがとうございます。